さあやっていこうぜ。フレア限定トーナメント、フレア、メガフレア、ギガフレアだっけ、あの3種類だけで私は優勝を目指していくっていう、そんな動画です。はい。だからね、ちょっと普通の終点とかがきついんだよね。待って、ごめん、今ちょっと待って、普通に動こうとしたセフィロスの動きをしてしまった。ちょ、当たってないから許してくれ。本当にワンテイク目だから、こういうことですね。ちょっと順調すぎんだけど。いきなり、もう、B しか使っちゃいけないからな、俺。焼き尽くす。焼き尽くしていく。アイテムは、どうしよう。取って、あ。普通に弱を打ってしまったことによる、ちょっと罪悪感があるけどね。ちょっとまあ、できるだけ頑張るから。フレアだけっていう意識はあるけどね。なんか得点取ったし、ライチュウが強すぎる。ちょっと待って。本当にフレアだけでいけんだけど。もうちょっとさ、苦戦を強いられるっていうさ、シーンがさ、あるはずじゃん。ほんで、やっと当たったから、あーまあマイナスも取り返したかって思ったけど、今ダントツ1位なんだけど。正真正銘のダントツ1位。お、フレアですよ。キーコンとか変えれなかったかね。やっぱフレアが強すぎる。フレアだけでやってくる説ある、ほんとに。これで優勝したら、もうね、もう周りのファイターは屈辱ですよ。あー、飛んじゃう。やっぱ、ギガフレアのね、火力がほんと凄まじいわけですからね。このセフィロス、フレアしか打たねえなって思われてるだろうな。1段目のメテオもね、牽制役だからそんなに、1段目のフレアってなんか個人的にあんまそんなに強くないって思ってるから、なんかこの青あたりが一番ちょうどいい感あるよね、牽制的に。まあ、今回は大乱闘だから、3段目の、このギガフレアを、一番多く使っていく。それに違いはないわけだな。さ、おめくらましと同時に。ちょ、ごめん。緊急回避しちゃってんな。あの、空中でずらそうとするがあまりに。待って。あいつも動かねえな。動かねえならやっちゃうぜ。さ、このテリーを、逃がさ、あー、一緒に上がってこい。あー、惜しかった今。問題ないな、ただ。いって。所詮ダメージを食らわなければ、狙える存在ではない。ならば、よし、火力上昇。火力上昇、最大火力の、ギガフレア食らえ。うん、くそ、惜しい。うん。ちょっとなんちゅう巻き添えだよ、今。マジで焦ったわ、今。でも、あの配置にあるの、なんかちょっとかわいそうやな、と同時に思ったけどね。ちょっと待って。優勝しちゃった。勝ったのこれ絶対。あの、直前の5秒前ぐらいに出たもんね、あの、1位である証のフラッシュが。やってしまった、勝ってしまったよ。さて、戦場あたりのステージが来てほしい。まあ、悪くはないけど、でもこれギガフレアをね、貯めるのが難しいと思う。まずは2段フレアで。ちょっと待って。ちょっと回避したな。2段フレアでもまあ、倒せるとは思うんだけど。待って、あんな安直な最大ダメにさ、食らってさ、もう恥ずかしくないのって、ほんとに。あー、やばいね。これ、あの、空中に浮いちゃうのきついな。うらっ、爆発目障りだよ。これさ、フレア撃つときもな、アーマーついてくれりゃな。なんかの因果関係でこっち来い。なんかの因果関係でこっち来い。来ねえかな。はい、フレア。あー、くそ、今チャンスだったり。もったいないな。ちょっと待ってくれ。集中しちゃうな。フレアを狙ってるだけのゲームなのに。邪魔。この、何この、撃ってくる棒人間。棒人間、白黒平面だ。平面がいるぞ。うらっ。殴れない。これでは倒せないか。湧き尽くす。俺の得点、俺の得点返せよ。きついな。あ、事故、事故、今の事故。やばいって。おい、どこにいる今。湧き尽くす。当たれ。いや、くそ、今横取り欲しかったな。焼き尽くせ。こんだけやられてもなおまだギガフレアしかしない男ここにいるぞ。やばいな、どうやってこれ決勝上がってきたのかとか本気で疑問に思われてそうで、ギガフレアだけでこいつ買ってきたんだなって思われてんだろうな。そうだよ、ギガフレアだけで買ってきたよ俺。焼き尽くせ。イエス。で、まだマイナスでしょ。正直まだマイナスの予感をしている。どうする、俺だけか。俺だけで食らってんの。ちょっとしんどいな。崖で。オッケー。エアスダッシュでやってきたとこちょうどぴったりとかないかな。ちょっと降りよう。ここで降りさせていただいて。うぅ、激。激スラか。激スラはきつい。
さ、ジャンプが欲しいな。お、来た、チャンス、よっしゃ。でも1点か。これまだマイナス分だぞ。まず切り札取ったの使わしてね。あれ B じゃんね。あれ B だもんな。あれちょうどいいわ。うわー、サッカーボール俺だけが受けられるの。焼き尽くし、イエスイエス。サッカーボール、うるせえろ。あるかもしんねえぞこれ。下手したらあるぞ。ない、わかんない。じゃあ、よしよし、来た。あるかもしんねえ。結構点取ったよ俺。サドンデスもしだったらそのままフレアでいくけど、どう、序盤死にすぎたかな。あー、くっそ、ダメか。来たかと思ったな、俺。どんぐらいいった？2位だよ。すごくない？フレアだけ打ったのに、あの、このメンツで。今回はアシストフィギュアも、モンボも頼ってないんだけどね。ワン、ワンチャンあるかもしんねえな、これ。もう一回くらいやるか。さあ、もう一度やってみよう。さっきと全く同じ人数だ。さて、これどうなるかな。相変わらず、さっきの場所って戦場だったっけ？違う。戦場したらフラットゾーンじゃん。あ、でも台はあるね。台はあるし、あの、お母さん降臨するから、マザーがちょっと降臨するから、そこに行けて。おっと？おっと？あー、自滅回復。お前の自滅か。これ、最後に攻撃しとけば、マザーの攻撃で、なんかもしんないよね。さあ、行くぜ！よっしゃ！うわ、クソ、台が。台が災いした。惜しかったね、今。はい。ギガフレーマー。発動！行ってこい！よっさ。はい！ギガフレア！ちょ、そんな、目の前にいるのに食べられるのすごすぎんだろ。焼き尽くす？これダブルでいいかもね。ほい、これで。ちょっと待って！あー、俺の獲物が。アシストフィギュア取りたいけど取れないな。アシストフィギュアもこれでもうボコさないかな。焼き尽くす！お前が冷やさなきゃ俺に点取ったのにな。いやー、ちょっとあれきつい。これでいい。オッケー。はい。あれ？ちょっと待って。ダメ、これ。なんか自分でもよくわかんないチータの今。あー、スネーク。焼き尽くす！そこにいますよ、私は。さーて。後ろのあのキョロちゃんみたいな生物は何なんだ。このステージであのなんか すごい静かな BGM のやつ流れるとなんかクソ怖いんだよな。アシュリーのテーマだったらまだいいかもしれないけどね。で、あれフランクリバッチつけてるやついいね。気のせいかな。それだったらちょっとこれギガフレア反射されたらもう即死なんだよな。桜井さんも言ってたもんな。あ、フランクリバッチの音がすんな。いやー、ちょっと待って。キノコだけはやばい。でもフランクリバッチいるからキノコもそんなに有害ではないということが。できれば相手も使わずね、ギガフレアだけでやっていきたい。もう、理想がそこにある。待って、ギガフレア。ギガフレア降臨祭。うわぁ、まずい。やーす。さすがにやれるか。モンボは取らせてほしい。ちょ、取った。取ったよな。何出る？あー、コフライ？コフライだっけ、なんだっけ、名前ちょっと忘れちゃったけど。当てていく、硬直からのね。硬直すんのはいいけどね。キャリーで運べ、キャリーキャリーが強すぎて爆破しちゃった。はい、もう一回焼き尽くす。マジかよ。いいよ、逆に生かせ。よっしゃ、くっそ、よっしゃ、当たった。まだじゃ、まだじゃ。あー、待てー、今1位じゃないか、取りに来たけど時間ないんだよな。これ1位ではないだろう、多分やられた数結構あるしな。俺じゃん、マジかよ。俺絶対勝てねえと思った。これ多分プラス1とかのギリギリやろ。ギリギリだ、マジか。いや、今の試合で勝ったとはこれ見てる人も思わなかったろうな。俺も思わなかったよ。もう決勝行こうぜ、尺的にも。男だらけの対決が始まるな。またピジョンで、また、同じ配置、名前同じだったっけ？名前同じかちょっと覚えてないけど。まあ、とりあえずだな。さあ、ここから、飛び道具にマック。先、終点とか選ばれたらもう、ギガフレアは撃つ隙がねえ。頼む、なんか、特殊なステージ。あ、わかんねえ。初っ端からすごいやついんだ。
多分今ブーメランだからな。初っ端からすごいやつ俺もだわ。はい、待ってくれ。この台に乗ってなんとか生かしてギガフレアを調整して邪魔されないように。あ、なんて死んでった。リヒターの点か、この野郎。焼き尽くす、逃がさねえ。復帰阻止にも効くんだぜ。帰ってこいねえだろおめえは。俺もだった。シルクやっぱりお前か。あ、どうなってる。お、あ、惜しい、帰ってきやがった。今なぁ、展開的には惜しかったよなぁ。それよこせ、それちょうだい。あー、ダメ。それを取りに行くないけど、攻撃したら元も子もないから、でい、爆発。いいよ、ダメージダメとしてはいいと思ったら、リヒター帰ってこいんでじゃん、あいつ。はい、焼き尽くす。焼き尽くしちゃうよ。待って、オッケー。テンパったな、あれ。テンパったなら問題ない。この空中襲来ギガフレア、いいかもしんないよ、意外と。このね、横にちょっと動きながらやるとね、まあ、ちょっとなんとかなんだよな。リトルマックが死んだ。この人手なし、ちょっと待ってくれ。人手なし、お前も人手なし。うわ、人手なしのごめん。だが。おっとなんかわかんないけど、ラッキー。マックを点取った覚えないんだけどね。マック悪いな、俺。マックより、モス派なんだ。俺の残骸は残ってる。俺の残骸だ。そしてこの無敵時間で、焼き尽くしていく。圧倒的だな。この圧倒的火力。最後に取ったやつは勝ちなんだぜ。残留思念ね。俺のギガフレアというなら残留思念が。焼き尽くす青い稲妻だ。青い稲妻、こっち。俺、待って、青い稲妻すら打ってなくないか。ギガフレアオンリー。ちょっと待ってくれ。フラクリンマッチ持ったから今近づけたのか。フラクリンマッチ、俺の天敵だよ。天敵なんですよね。もう全く同じことしかしてないんだけど。それで意外となんとかなってっていうのがちょっと笑えるんですよね。食らってねえな、あれ。ちょっと呼吸落とし的な感じもあるもんな、ギガフレアって。打たせてくれ。おら !KO なんて打たせるかよ。打たせる前に。打たれる覚悟があるやつ。うおー今、ギリ。なんか疑惑の判定だったよね、今。当たったか当たってないか疑惑の判定だったけど、これ多分優勝したっしょ。まさかの2回目で、優勝してしまう。落ちをつけようじゃないか。ここで、今まで出番なかったフレア。盾は効かねえぞ、お前。ここで、おう、フレア。誘惑していけ。私はフレアで、勝利をつかむ。なんか違くない？このゲームは B 技だけで優勝できるぞ。